ト村美希は、日本の実業家、PR 専門家、株式会社 TM オフィス代表取締役、一般社団法人地方 PR 機構代表理事。地方や伝統文化、中小企業を活性化する独自の手法で、関西を中心に多数の自治体関係の PR 業務を手掛ける。1961年京都府宇治市生まれ。地方や中小企業、 伝統文化の活性化を得意とし、独自の PR 戦略法を確立。著書や講演などで全国普及を行っている。PR 戦略の主な実績は、今年の漢字プロデュースをはじめ、佐世保バーガー、サヌキうどん観光、ヒコニャン、うどん県の全国 PR 戦略等がある。2007年10月の時点で、これまでに延べ24県39市町村の PR を、 担当と紹介されている。PR 会社選びドトコム、講師のご紹介、戸野村美紀、ダイヤモンド社。2011年7月31日閲覧。TBS、がっちりマンデー。2007年10月7日共同通信2011年に1月配信記事、地方の何か探したい産経新聞2010年12月記事。 人大阪、社団法人日本パブリックリレーションズ協会朝日、新聞2013年4月9日、記事、地域発起業発、テレビが飛びつく、PR、共同通信記事、富士災系ビジネス愛、人、ストーリーより、テレビが飛びつく PR、TBS、がっちりマンデー、共同通信記事、産経新聞記事、富士災系ビジネス愛、人、ストーリーより、 テレビが飛びつく PR 共同通信記事富士災系ビジネス愛人ストーリーよりテレビが飛びつく PRTBS がっちりマンデー共同通信記事産経新聞記事富士災系ビジネス愛人ストーリーよりメディアデビュー .com 地方の元気前線 FMO ネスレイプレゼンツチアアップモーニング2019年8月31日 2019年12月1日閲覧。FMO ネスレイプレゼンツチアアップモーニング2019年9月7日。2019年12月1日閲覧。ありがとうございます。